皆さんこんにちは。今日は3連休最後の日、海の日。子どもたちも楽しくプール、水泳、いろんなところで楽しく遊んでいることと思います。明日もどんな楽しいお話が聞けるかな。今日は非常に音域の広い口語奏の曲を弾いてみます。飛び越し、スピード違反ではありません。音の飛び越しです。音を飛び越して弾く多彩な奏法がありますが、今日は音の飛び越し、動きをつけて弾く奏法の曲を弾いてみます。少しずつピアノの奏法を身につけて、簡単な曲を楽しく自由に変奏したりアレンジをしてみるのもとても楽しい勉強法です。みんなきちんとお母さんやお父さんの言うこと、先生の言うことも守ってね。ピアノは練習すれば確実にいろんな曲が弾けるようになるんだよ。毎日でなくても大丈夫です。少しずつ今日はこの曲を弾いてみよう。1日5分10分できたら嬉しいご褒美をもらいましょう。先生とのお約束、少しずつ守ってくれると楽しいご褒美があります。